帯広出身の小野智華子選手は東京パラリンピックの女子100メートル背泳ぎの最も重い視覚障害クラスで代表に内定しました。ロンドン、リオパラリンピックで2大会連続で8位入賞を飾っている小野選手は、この1年不安も多くありましたが、すべての思いを大会にぶつけたいと考えています。自己ベストを出せるよう応援サポートをしてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず、日々の練習に取り組んでいきますと決意を語っています。